二団体統一王者田口亮一。去年の大晦日、魂を焦がす壮絶な打ち合い。その結果、日本人3人目の統一王者へと上り詰めた。この試合は2017年の年間最高試合に選出。田口は名実ともに日本ボクシング界を背負う存在となった。そして今、新たな偉業へ。それは日本ボクシング史上初、統一王座防衛戦。まあ、前回の試合で評価は上がったと思うんです。でさらにもうもっと確実に、あ、田口は強いんだっていう風に思ってもらえたらなって思ってます。だがその前に立ちはだかるのは、死刑執行人の異名を持つ元世界王者、ヘッキー・ブドラー。この強敵を退け、2つのベルトを守れるか。田口亮一、その強さを証明せよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。急いで、もう大丈夫よ。容体は？すごく安定してるわ。なんだって、びくともしなかったのか。あんな衝撃を受けて信じられない。このレントゲンを。これは？高松建設は独自の耐震基準で鉄筋を増量、全身耐震、地震に自信を。マンションは高松建設。一緒に住む？無理。日大！行くぞ！日大の徳からの週は馬は言葉にできない。だから食べてほしいんだ。うまそう。日大、大きな徳から。若鳥立つたも。佐藤ひとみ、ゴム紐パンツしか履けない。縦縞で体型をごまかし始める。袖をなくし痩せたアピール。くびれを見せたくて露出が増える。20年を3ヶ月で取り戻せ。ライザップ。何やるね。チャンス。わあ。ソリオ、スイフト、イグニスで10万円分オプションプレゼント。イエーイ。鈴木。ギガアシェシ、1日1回10ライフ福引きプレゼント、星空ギガ感謝祭。 SMBC 銀行に行く、銀行に行く、銀行に行けなくてもコンビニで大丈夫。全国のコンビニで返せます。カードローンは三井住友銀行。40代以上の2人に1人の膝や腰の痛みに、コンドライチン ZS 錠、健康食品ではありません。医薬品で唯一の 1560mg、 いいコンドロイチンと覚えてください。日本で唯一です。3、はい、モノタロウで見つかる。モノタロウで見つかる。工具も工具以外も、あ、こんなものも注文できるよ。モノタロウ、現場の味方。モノタロウ。みんなのお口の健康にはモンダミンプレミアムケア。7つの効果が様々なお口のトラブルと戦います。3世代の口内トラブル丸ごとケア、お口くちゅくちゅモンダミンプレミアムケア。え、困った時の共済金だから即座に支払って当然。お支払いは可能な限りスピーディーに。45年間守り続けている約束の一つです。約束にまっすぐ、都道府県民共済グループ。WBA IBF 世界ライトフライ級タイトルマッチ、田口亮一、日本人として初めての偉業に挑みます。青コーナー挑戦者、108パウンド南アフリカ、ここまで31勝3敗 10KO。 この試合に統一王座奪取と世界2階級制覇をかける WBA 世界ライトフライ級第7位、IBF 世界ライトフライ級第6位、
5度の防衛を果たした元 WBA 世界ミニマム級チャンピオン、ヘッキーブドラー。田口は最強、でも自分がベストだ。南アフリカ、ヘッキーブドラー。さあ WBA IBF 世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦です。日本でまだ誰も成し遂げたことのない偉業に挑みます田口亮一、そして過去最も難しい相手とも言われるヘッキーブドラーと一戦を迎えます。田口は自分の強さを証明できるのか。日本ボクシング界に新たな歴史を刻む田口亮一の挑戦が今始まりました。WBA IBF 世界ライトフライ級タイトルマッチ、まず青いグローブ、黒のトランクスが日本の田口亮一、統一チャンピオンです。そして黒のグローブ、黒のトランクスに金のラインが入っているのが南アフリカ、ヘッキーブドラーです。共に右のオーソドックススタイルです。この試合の解説はこの田口チャンピオンのジムの先輩で元 WBA スーパーフェザー級スーパーチャンピオン内山隆さんです。内山さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあジムの後輩田口チャンピオンがこの偉業に挑みます、はい、どんな試合を期待しますか。まあ、やはりあの日本人初の2団体王座統一してるんで、はい、あのそれの初の防衛戦、ぜひこれは達成してもらいたいですね。しっかり勝って、そうですね、そのしっかり勝ってほしい。その相手が元ミニマム級のスーパーチャンピオンというヘッキブドラーです。右フック、そして左ボディを持ってきましたブドラーです。このブドラーどんな選手でしょうか。まあ、人というとやっぱり上手い選手ですね、はいはい、であの KO 率は少ないんですけど、KO 率少ないということは逆に言えばあの判定でしっかり勝てるという選手なので、あのやっぱりポイントの取り方とかも上手いと思います、うん、はい、確かにこの強さが分かりづらいというような評価もあるこのブドラー、ただそれだけ、まあ、上手さがあるということですね。そうですね、はい、その上手い相手に対して田口がどのように崩していくでしょうか。まあ、田口の得意なところはやっぱり左ボディが左ボディ2つ強いのと、はい、あとはまあやはりジャブのあのうまさもありますので、一番何より一番はもうスタミナが後半に上があの行くにつれてすごくこう上がってくるので、はい、まあ、後半勝負が田口は強いですね、はい、この世界戦も8戦戦っていますが KO は4勝ありまして、それが全て8ラウンド以降というこの田口、はい、まさに後半にも強いというその田口、前半からどのような試合、左右フック、そして左ボディを持ってきましたブドラーです。そしてブドラーの左ジャブ2つ、内山さん、この立ち上がりかなりブドラーのパンチが出ていますね。そうですね、あの思ったより出てきますね、逆に足使ってこう下がるタイプかなと思ったんですけど、はい、前に出てますね。そうですね、まあ、田口陣営としてもかなりこれまでの試合を見ていくと足を使ってくるのではないかとも見ていましたが、右ストレート左フックブドラーです。そのブドラーがこの近い距離で打っています。陣営としてはちょっとまあ、ちょっと予想外っていう部分は少しあるかもしれないですね、はい、ただこの近い距離というのは逆に田口の距離でもありますか。田口はあの落ち合いもすごく強いですから、はい、あのどっちでもいいと思いますよ、別に、はい、近かろうか遠かろうか。ここからその田口、自分の得意な距離、ワン、ツー、スリー、ウドラが打っていきます。そしてその田口が左に動きながら左ジャブ、いや、左ボディ、田口です。この田口の武器の左ボディ、逆に左フック2つ、そして左ジャブを返しましたブドラーです。かなりの近い距離でブドラーも応戦していきます。あっという間に第1ラウンド残り10秒切りました。そして右ボディ左フックをブドラーが持ってきました。かなり右ストレート顔面に持ってきました。ブドラーの右ストレート、最後に左ボディを当てたブドラー、第1ラウンドが終わりました。知ってましたか。軽い尿漏れ、実はあなただけじゃないんです。専用品以外を代用している方も。2人に1人。ポイズは世界初の新素材で強力消臭、不安をポイ、匂いもポイ、ポイズ。吸水ケアの超スリムはこんなポーズも、こんなポーズだって安心。吸収量そのままで約半分の薄さ、不安をポイ、匂いもポイ、ポイズ。超スリム。主婦やめます。ミエさんが家出したんです。妻の反乱で夫たちにピンチが訪れる。家族なんかもううんざりだ。妻よ、バラのように。ミエさんどうしたんだ、結局帰ってこないのか。日本史上初めて統一チャンピオンによる防衛戦、田口亮一が臨むこの一戦、第2ラウンドに入りました。
さあまず内山さん、この第1ラウンド、はい、かなり近い距離から入ってきたブドラーですけれども、両者の立ち上がりどのようにご覧になりましたか。立ち上がりは、まあ、ブドラーの方が少し良かったかなと思いますね。はい、まあ、どっちにしても田口はもともとスロースターターの部分もあるので、立ち上がりはいつもはそんなに良くないので、まあ、特に気にすることはないと思います。左、まあ、顔面に当たってしまった。さあブドラーの左です。ただこの辺り、まあ、スロースタートの面がある。で前回のメリンド戦も田口は硬、まあ、くなってしまったところがあった。第2ラウンドからかなり持ち直したところもありました。やはりそういう意味でもこの第2ラウンド以降田口が持ち直していく、そういうところでしょうかね。そうですね、田口は、まあ、動き始めて体が温まってくると、はい、どん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 動きが良くなってくるので、ですから、まあ、ここからまだまだどんどん動きが上がってくると思います。はい、その動きブドロはちょっとちょこちょこ手出してくるんで、はい、ちょっとやりづらいかもしれないですね。そうですね、はい、このジャブがとにかくうるさいですね。近い距離から右アッパー、そして右ストレートを持ってきましたブドロです。赤荻さん、はい、チャンピオン田口ジュニアですが、インターバル中盤でやはり1ラウンドは距離が近かったと、田口の方がリーチがあるんだから長い距離長い距離という指示が与えられました。はい、そして石原トレーナーからパンチはあるかと問いかけられて、そこそこと田口は言っていました。ただ石原トレーナーは、まあ相手は振ってるからねと、そんなやり取りでした。はい、田口チャンピオンサイドは TBS 伊藤龍介アナウンサーです。右ストレートブドラー、そして右を返した田口です。内山さん、はい、くっついて消耗戦になると田口は強いんですよね。はい、ただちょっと第一ラウンド距離が近すぎるという。そうですね、あと相手のまだちょこちょこ出してくるパンチに少し今止まってる感じはあります。やはりそれは足を使ってくる、まあ、アウトボクシングで来るだろう、それがちょっと違ったからこその戸惑いですか。そう、いや、まあ、そんなことはないと思うんですけど、ちょっと動きが結構相手動いてるんですごく、はい、そこに少しやりづらす感じで、かなり動いてきますね、はい、ブドラです。赤荻さん、はい、ブドラーサイドなんですが、指示としては2つです。まずポジショニングに関しては今のままでいいということで、下がるな下がるなという指示が非常に多いですね。はい、それから田口の右のパンチに気をつけろというディフェンスの指示が出ています。はい、挑戦者サイドは TBS 杉山シーアナウンサーです。田口の右ボディ、右ストレートが顔面を取られています。このブドラジーはこの距離でいいと内山さん見てますね。はい、今おそらくこの1ラウンド目の感じで多分いい感じだったんで、それで、はい、いい感じ考えじゃないですか。ちょっと少しそうですね、やりづらさしますね田口。はい、ブドラのかなりの手数が見られます。もう1ラウンド2ラウンドと、もうかなりスパートをかけているというような、そんな印象もあります。かなり近い距離から左フックを見舞っていきましたブドラーです。右ストレート左ワンツースリーというこのブドラーのコンビネーションが光っています。やや受け手に回ったか田口、右アッパー、近い距離から右アッパーを取り持っていたところでブドラーが来てワンツーを見舞った第2ラウンドでした。こちらが桜井さんのお車になります。ママ買ったの？リースよ、リース。何それ？コスモのマイカーリースなら頭金なし、月々定額のお支払いで新車に乗れるんです。新車はいいな。車検、税金、メンテナンス、すべてコスモにお任せ。ねえひな、これから海沿いのカフェ行かない？行く！やった！コスモ石油ってガソリンを入れるだけじゃないんだね。心も満タンにコスモ石油。第一三共、お客様は最高のタイミングでいらっしゃいました。出たんです、クリーンデンタル史上最高処方のクリーンデンタルが出たんです。これがプレミアム処方、歯周病予防に新クリーンデンタル。挑戦者ブドラーの近い距離、かなりの連打を浴びてしまった第1ラウンド、第2ラウンド、さあ第3ラウンドに入りました。日本統一チャンピオンの田口亮一、青いグローブ、黒のトランクス、左ジャブを打っていきます。左フック、右アッパー、田口です。この田口、この試合陣営としましてもかなり距離が大事になってくる、その中でしっかりと左のジャブが当たるのかどうか、これを見ていた田口陣営です。相手でもガードもやっぱパンチ結構見てるんで、なかなかこうジャブもちょっと当たりづらい感じしますね。はい、ということはこの田口がこのジャブをしっかり当てるためには、右左かなり映ってきましたブドラーです。左ボディ、田口です。もう一度左ボディ、この近い距離ジャブ、さらに左ボディを見舞っていきます。サイドチェンジしてからのワンツー、ブドラーがコンビネーションを見せる。ブドラーなんか記事見たんですけど、なんかロマチェンコの映像をよく見て真似するとか言ってるんですけど、やっぱりちょっと動きをこう真似てる感じなんで、サイドステップとか、ちょこちょこ細かいパンチを当てるのとかすごく上手いですね。はい、
まさにロマチェンコのサイドチェンジからのフック、大きく振ってくると、あ、田口の鼻からの流血か、左ボディ、田口を打っていく。珍しいですね、田口君の鼻血に出されたと、はい、第3ラウンド、早くも鼻血が出ている田口です。赤岡さん、はい、チャンピオン田口陣営インターバル中ですが、1ラウンド2ラウンドはポイントがどうかわからないから、このラウンドはしっかりポイント取りに行くぞと強い指示が与えられました。そして相手のパンチは足でしっかり外そうと、足を動かさないとダメだと、そんな指示です。しっかりと足を使っていこうという田口陣営、ちょっと止まりすぎて、なんか受けてるだけって感じするんで、ええ、やっぱ足でさばいかないと相手が調子よくまた打ってきちゃうんですね。かなり気持ちいいようにブドラがパンチを振っています。やりボディを返しました田口です。ただパンチを受けながらもブドラが左フックを振っていきます。この試合のレフェリーとジャッジをご紹介いたします。レフェリーはアメリカのサミエル・ウィリアムズ、ジャッジは3人、アメリカのマイク・フィッツジェラルド、日本の中村克彦、南アフリカのネビル・ホッツです。右ボディブドラです。かなり近い距離からジャブを2つ打っていって、近い距離で右アッパーボディに持っていこうという田口、左ボディ田口、そして左の距離を上がって右ストレート、右ストレート、もう一度田口さん、右ボディ左フック、足を止めての打ち合いだ。かなり打ち合っていく、少しブドラの動きが変わってきたか、まだ全然動いてますね、まだまだ動いてますか、はい、やっぱあんな細かく動かれてやりづらいですよ、すごく。あれだけ動かれる相手に対して内山さんならばどういう攻め方をしていきますか。まあ、僕はやはりリターンでなんですね、相手のパンチを受けた後にすぐ、打ち返すとか、受けすぎるとやっぱり相手も本当にサンドバッグ打ちみたいな感じでこう調子テンポが出ちゃうんで、そうですね、はい、まさに今ブドラーペースで試合が進んでいる。そうですね、ちょっとなんかまだまだペースつかめない感じですね、はい、近い距離から残り10秒、ブドラが振っていく、田口を負けずに左フック、右ストレートはブドラーだ、頭で押し込んで1回距離を取る、そこから頭をかぶせながら右フックはブドラーです。ずっとパンチを見舞いながら距離を一気に詰めてきたブドラー、第3ラウンドが終わりました。街がざわつくコンパクトシティ SUV、 ニューボルボ XC40 デビュー。モテたいな。マヨビームバーン、アラニトーン、それが一平ちゃん、食っちゃった。夜もドーンと明星一平バーン、もらえる。これなんやろ、これ盆栽さやけど、この G って何、グローバル社の G なん、それがなんで盆栽なん、普通の不動産会社と違うの。お答えしよう。グローバル社は世界の不動産を面白くする会社です。グローバル社、よろしくね。第3ラウンドの中盤、田口チャンピオンのこの右ストレート、ウドラーの左のテンプル、このあたりを捉えています。かなり第1ラウンド2、3とウドラーが自分のペースでパンチを回っていきます。さあ、ここから田口が自分のペースを取り戻せるか。第4ラウンド、左ジャブ打っていきます。足を使って左を動いていこうというところ、その田口に対してブドラも左、そして右を振ってきました。右アッパー田口、3つ返した、左田口の顎が少し上がった。ちょっとなんか集中しきれてない感じはありますね、田口、ね、田口集中しきれていないところ、それは何、どういった要因が考えられますか。まあ、相手が多分やりづらいのか、はい、なんかパンチにこうちゃんと反応できてないですね、相手もすごくパンチすごい手数が多いんで、はい、今ちょっと相手の動きに付き合っちゃってる感じなんですけど、やっぱりこの相手の動きに付き合ってしまうと、これはスタミナの面でもちょっと心配になってきますよね。そう、まあ、田口の場合スタミナはちょっと心配はしてないんで大丈夫だと思うんですけど、はい、相手がこのペースでずっと一致してしまうとやばいですよね、ちょっと。まあ、逆にこのブドラーがスタミナじゃ、ヘルボディ田口、これだけ言って後半、まあ、前半で勝負をかけてるというそういったような印象も、そんな感じがしますけどね、なんかやはり田口が後半にも強いということもあって、前半で何とかしようというようなことなんでしょうか、ブドラーは。ブドラーは後半多分ちょっとこう足使って、ひょっとしたら前半ポイント取って逃げるのかもしれないし、はい、あ、なるほど、だいぶだから初回からだいぶきますね、なおさら何とかしたい、早くしたいというのが GA のところです。さて、この試合のルールをお伝えします。この試合はフリーノックダウン制です。ダウンの数で KO 決着とはなりません。スタンディングダウンは取りません。グローブは日本製の8オンスです。そして偶然のバッティングによるよって試合が止まった場合、4ラウンド、このラウンドまでは、ドローとなります。その場合は田口チャンピオンの防衛となります。それ以降はそのラウンドを含む採点で決着が決まります。
赤口さん、はい、チャンピオン田口陣営ですが、ええ、セコンドからはやはり集中という言葉が1ラウンドそして3ラウンドのインターバルで聞かれました、はい、そして厳しい言葉手数で負けている相手の右フックをもらうなあれは見栄えが悪いよとかなり田口を奮い立たせるようなそんな言葉でした、はい、チャンピオンサイド伊藤龍介アナウンサーです。内山さんやはり陣営として集中しろという、そうですね、左ボディ右ボディボディを連打していくかなり振ってそして今度香り持っていく田口が受けに回ってしまった。田口がボールガードしているディフェンス一辺倒だ。ここはたまらずクリンチに行く田口、はいはい、この右フックに気をつけろもらいたくないという陣営なんですが田口もらってしまっています。ちょっとなんか今調子悪いですね。どうした田口ペース乗り切れてないというか、はい、かなり近い距離から左ボディ田口です。この田口この状況を打開するために必要なものは何でしょうか。やはり相手のパンチをしっかりステップでかわすとか、はい、もしくは相手よりやっぱ手数出していかないと相手がすごく調子乗ってきちゃうんで、はいはい、走っても手数ですね。右大きい振った左とにかく手数が止まらないブドラーです。それに対して左フックは田口、田口コールが巻き起こっています。大田区体育館くっつきながらもパンチを待っていく田口少し離れた。第4ラウンドが終わりました。いきなりですが今楽天カードに申し込むと5000ポイントのところなんと8000ポイントプレゼント。いいんでしょうか。もちろん年会費無料。スマホで申し込んでください。21日10時まで今すぐ楽天カードで検索。毎度見学バイトルアプリ見学してから決めましょう。新しい見学バイトル始まる。バイトルアプリ通信運動会。僕らのチームが負けちゃった。でもさ、お弁当の唐揚げ美味しかったね。もむだけした味30秒ジューシー唐揚げ作り日本食券。4ラウンドの中盤ブドラーのこの左ボディかなりブドラーの連打を受けてしまった。ディフェンス一辺倒になってしまった田口チャンピオン。第4ラウンドでした。さあ試合は中盤5ラウンドに入りました。 WBA IBF 世界ライトフライ級タイトルマッチ2団体統一チャンピオンとしては日本人初となる防衛戦を迎えている田口。ただここまでは挑戦者のブドラーが面白いように自分のペースでパンチを奪っている。それを受けに回ってしまった。後手に回っている田口チャンピオンです。さあその田口が左ボディを打ちながら左に動いていく。ブドラが右へそっち左を打っています。ちょっと今このランドが田口の方が、はい、ちょっと流れ変えようと思って前に出始めましたね、ただこれがうまく相手がなかなか止まらないので。そうですね、止まりませんね。なんとか足を使っていきたいところボディそしてかなり振っていきます。ブドラ右ボディ左。赤荻さん、はい、挑戦者のブドラーサイドなんですが、まず攻撃の指示としてはまだまだ油断するなと。ただスピン回転数が上がってきているのはいいところ。レンジに関して距離感に関しては今のままで OK。 ただリーチインつまり近づきすぎるなと PC が出ています。近づきすぎるな、ただ今のままの距離でいいというこのブドラーサイドです。杉原慎也アナウンサーのリポートでした。やはり内山さん、挑戦者陣営としてはもうこのまま行けという、うん、そうですね、おそらくこのペースで行けって感じだと思うんですけど、はい、ただまあこの手数だいぶ出してるんで同じペースで行けると思わないんですけどね、ただこの陣営として近づきすぎるなということは田口は何を警戒していますか。左ボディ、ブドラ、右ボディ、まあ、田口はやっぱりボディジャンガーを警戒していると思うんですよね、はいはい、打ち合いにやっぱ強いっていうのは向こうは知ってると思うんで、はい、その田口ですが鼻からおびただしい流血です。赤荻さん、はい、そしてブドラーサイドなんですがディフェンス面の指示が非常に多くてですね、はい、出した後とにかくすぐガードをすること、脇を締めてタイトに行こうというのは2ラウンド以降一貫して出ています。はい、確かにこのブドラーの武器としてはこのガードです。ガードの高さとガードの硬さ、これがかなり強固です。これをどう打ち崩していくかというのが田口陣営の試合前からの考えでした。ちょっとだいぶ邪魔なガードしてますよね、すごくいいですね、ブドラーのガードが。これをしっかりと崩すためにこれまで田口は空いているところを狙っていたんだけれども、このブドラーのガードは硬いのでガードをこじ上げていきたいと話していました。そうですね、そのこじ開けるために内山さん、この田口に何が必要でしょうか。ちょっと今ペースを取られちゃってるんで、はい、まあ、今からやるとしたらやっぱり打ち合いの中でしっかり相手を下がらすことが大事なんですよ。下がらすこと、それはプレスをかける、プレスをかけるか、もしくはやっぱり相手の打ち割りをしっかり狙ってくるってことですね、今の打たれてる時はもう相手そのまま打たしちゃってる。左ボディ右ボディ、ブドラが右ボディを返した。今度は中田が、田口
スのボディ、ウードラーがかなり出てくる。最終ラウンドでのロックしますね、ウードラーが止まりません。ただこれを止めたい田口、右ボディを返していった、引きボディを返していったウードラーでした。第5ラウンドが終わっています。白石さん、乳酸菌を何で選んでますか？何で？あ、植物性か。植物がくれた乳酸菌、カゴメ。ラブレ。カゴメ、カゴメ。この壁でしかできないことを。外壁新デザイン誕生。比類なき壁、ヘーベルハウス。好きな子できたんだって？なんで知ってるの？まさか賢者さん？相談する人間違えちゃったね。で、誰なの？あの子。親子で笑おう。この声って聞いたことある。親子で笑おう、ピタッと学割。第5ラウンド、田口の武器左ボディがウドラを襲いました。この武器左ボディ、そしてこの田口の止まらないパンチでウドラを止めたいところ。まず先にこのラウンド田口から手を出しています。第6ラウンド、ガードをしっかりしろという声も響きました。右ストレートはウドラーです。左へ動く田口、そしてパンチになっていく。とにかくウドラーの動きを止めたいところ。田口が足を使っていく左、そして右ストレート、右を返したウドラー、右アッパーウドラーです。ガードが硬いブドラ、そこから伸びてくるパンチ。赤口さん、はい、チャンピオン田口サイド、先ほどのラウンドは田口らしさが出てきたという言葉がありました。相手はボディー上がってるからボディーのパンチを打っていこうと、それから井上君とやったろう、井上尚弥もっと強かったろう、気持ち出していこうと、そんな言葉も送られています。チャンピオン陣営は伊藤隆介アナウンサーです。この3階級制覇をもくろむ井上尚弥と日本チャンピオン時代に戦った田口、その時にはあの井上に倒されず気持ちで戦っていた。レベルラストの強化を上げたこの田口、そこから自分が生まれ変わっている。さあその田口、その時を忘れるな、その気持ちを前面に出していけという田口。陣営からも声が飛ぶ。田口が気持ちを出していく、手を出していく。でパー、右ストレートは田口、ウドラがパンチを打って左に動いていく。まあ、あの軽い力抜いたパカパカ、あのちょこちょこ出してくるパンチがすごくこうやりづらいんでしょうね。ただまあ田口もあの少しずつこうボディなんかも当たりそうになってきてるんで、はい、まあなんとか突破をつかめそうな感じがしますね。ちょっとこのラウンドはブドラの先ほどまでの手数というよりはあのサイドチェンジというんですか、左から右に動いていくのがすごく見えてますね。そうですね。左ボディ、右アッパー、ガードライドからこじれた田口さん。足をとにかく使ってくるブドラです。右ストレート、左ボディはブドラです。 1,2,3 左右左と言っています。左ボディポツンと入れました田口です。あとブドラは体がすごくこう打ってくっついてるんで、すぐサイドステップして動いたりとかするんで、はい、なかなかボディ打ちづらいんですよね、その場所に動かれちゃうんで、はい、これはその田口の左ボディをしっかりと研究しているからこそのこのブドラの動きです。まあ、そういう練習してきたかもしれないですね。逆にそうやって動いてくることは予想された。この田口、ここからどう打開していくのか。右アッパー、ウドラが打っていく、やや前かがみになっているところ、左ボディ田口、左と左がくっつく、かなり近いところ、この近い距離はブドラ陣営は避けろという話もありましたが、その近い距離で田口がパンチになっていく。ワン、ツー、スリー、見積もっていたブドラ、ただ左ジャブで応戦する、少しバックステップでパンチを倒していく。ブドラのパンチを空振りさせていく田口です。左フック、右にポツンと当てました田口、右まで当てる。残り10秒切っている。この第6ラウンド、ワン、ツー、スリーとブドラが当てる。第6ラウンドの終盤、第6ラウンドが終わりました。僕の選んできたお友達はこちら、どなたでしょう？つよし君。クレオパトラ。どうした？僕たちの友達クレオパトラ。すごくない？ここまで解除じゃない？これらだとあなたゴラーになるよ。今日からゴラーです。僕たちの友達、向こうの発音だってもしかしたらそんな感じになるかもしれない。いいこと言うね。クレオパトラ、クレオパトラ認定。大丈夫かなこれ。数字を選んで10億円ロト7。ガセリ菌 SP 株が内臓脂肪を減らす。ガセリ菌 SP 株が内臓脂肪を減らす。
軽くいきましょう。めぐみラセリキン SP 株ヨーグルト。徐々に田口らしさが出てきました。この第6ラウンドも田口の右ストレート、顔面を捉えています。誰から見ても田口は強いんだ、そう思われるたびに勝つか負けるかわからない試合をしたい、とにかく強い相手と戦いたいと話す田口。強敵を迎えての田口、第7ラウンドに入っています。左ジャブを打ちながら左に動いていく田口です。少しブドラーの動きどうか、これまでとは少し変わってくるか。やっぱブドラー判定勝ちが多いのでやっぱなんとなく分かりますね、ポイントを取るのがすごくこう上手いというか、はい、ちょっとやっぱりすごく厄介な選手ですね。ちょっとこのブドラーの動きが止まりましたよね、ええ、これまでとはまたちょっと違う動き、少しゆっくりと言いますか、かなりガクンと落ちたような印象があります。そのガクンと落ちたブドラーに対して田口がどう攻めていくか。近い距離左フックは空振り、ブドラ左のジャブ、ジャブを打ちながら左動いていく、右ボディ田口です。右ストレート田口、左フックをかわしていく田口です。近い距離から右ストレート田口、ただガードを固めながらブドラが距離を詰めていく、右ストレート田口です。近い距離かなり頭を下げて上体を低くしていくブドラです。左フック田口、左ジャブ硬いガード、その間右ストレート田口です。ワンツー右アッパー、ボツンカツタブドラーの左アッパーは空を切った、右アッパーブドラーが振り込んできた、カメラ接近戦左動きながら左アッパー、右ボディはブドラーです。ここにクルンチに行く田口です。さあ第7ラウンド、右アッパーはブドラーです。少しずつ内山さん流れが変わってきました、はい、右ストレート田口、そうですね、ちょっとちょこちょこ当たるようになってきましたね田口は。でブドラーの動きやっぱり序盤がだいぶ手を出してるんで、はい、少し鈍くなってきたなという感じはあります。かなりもう前半から飛ばしすぎたような印象もありますか。そうですね、まあ、結構やっぱり今ポイントを僕の感覚では取られてるんで、まあ、ブドラー後半逃げるんじゃないかなという感じはあるんですよね、ここからさあ田口がそのブドラーに対して右ボディ、左ボディ、ボディを2つ持っていきました。もう一度左ボディ、右アッパー、右アッパー、ダメを捉えた、しかしブドラーも3つ返している、打たれたままで終わらないのがブドラーです。元ミニマム級のスーパーチャンピオン、暫定目標ならば5度防衛しています。この強敵ブドラーを相手に田口、右ボディが田口だ、はい、くっついていく、胸を合わせていくブドラーです。田口コールがまた巻き起こりました。この声援を受けて田口がパンチを奪っていく、左ボディ、かなり上体を潜り込ませていくブドラーです。なかなか打ちづらい、離れたところからまた距離を詰めてきたブドラーです。残り10秒、第7ラウンド、かなり近いと左ボディ、右ボディ奪いました田口、うまく左チェンジしながらのパンチです。頭を下げながら最後は右ストレートを田口が伸ばしました。第7ラウンド終了。じゃあ田口いいか、今のいいぞ、今なんじゃないかな、おうおう、というより今だけなんじゃないかな、今だけ、今だけだから、今だけなんじゃないか、ボーナスメッツが来た、あー最高やな、兄ちゃんだいぶ焼けたんとちゃう、お前もやで、僕ら焼き鳥やな今なら豪華旅行が当たる、ドコモじゃない人も応募できる、そこは不思議なバスだった、非日常に泊まります、もしかしてバスルームとバスかけてます、こちら肩にかけてます、かけてます、どこまでも心地いいリクシルのバスルーム。第7ラウンドの中盤、田口の右アッパーがブドラーの額のあたりを捉えています。さあ田口、統一チャンピオンとして初めての防衛戦、日本ボクシング界に新たな1ページを刻む田口、第8ラウンドに入っています。さあ内山さん、はい、スタミナが豊富なこの田口、後半に強い田口、8ラウンドに入りました、はい、まだまだ田口の方が全然スタミナは大丈夫です、はい、タグドラーが少し落ちてきたんで、はい、ここから僕は徐々に田口ペースになっていくんじゃないかなとは思うんですけど、いやプレッシャーが来るべきですね、相手を下がらして、はい、やっぱ疲れさせることしないとダメですね。かなりここから田口がプレスをかけていく、右ストレート、いいですね、だいぶ良くなってきましたね、ただこのブドラーはあのメリンドに対しても一度もロープを背負わなかった、
プレスを受けてもうまく回り込んでいく、そのうまさがあります。それに対してどのように田口がプレスをかけていくか。左ボディ左フックは田口、いいストレート、ブドラーだ、顔面捉え受けてしまった田口、一旦距離を取って、右ボディ左ボディ、ブドラー止まるな。やっぱブドラが逃げた後にセットサイドに行くんですよね。そうすると、はい、田口のボディ打ちとかも打ちづらいんですよ。右、はい、ストレート顔面、その左フック、そのチョコマカと動くところ、またややこしい、やりづらい相手です。赤脇さん、はい、そのあたりブドラーサイドですが、内山さんの言う通りですね、とにかく足を使っていくというのは一貫して出ています、はい、小さくコンパクトなボクシングをしていこう、そして集中と落ち着いていこうという指示が出ています。挑戦者サイド、杉山真也アナウンサーです。赤星さん、はい、一方のチャンピオン田口陣営ですが、やはり足を止めたいのか、アッパーからのボディという指示が出ています。相手の頭が低い位置にあるので、アッパーで顎を上げさせ、起こして、そしてボディを打っていく、このコンビネーションだと言っています。はい、チャンピオン陣営は伊藤隆介アナウンサーです。ユドラのやりづらさは、パンチの終わる感覚が分かんないですよね、はい、1、2、3、4、5、6、7とか、結構リズムが全くバラバラなんで、はい、打ち返そうって時タイミングがちょっと難しいんですよね。その辺が田口のやりづらい、そうですね、序盤はちょっとそれでだいぶ苦戦した感じがありますけど、はい、まあ、今少しアンドゥラの方も手数というか、はい、リズムが少し遅くなってきてるんで、まあ、やりやすくなってくると思うんですけど、そのやりやすさのところで陣営としてはアッパーで今に起こしてボディだという、そうですね、でそうですね、アッパーからボディってやはり有効ですね。それ打っていきたいところですが、ブドラの手が止まりません。状態を大きく振りながら右を伸ばしていく、これは空を切ったブドラですが、またボディを2つ打っていく、田口を負けずに打っていきますが、なかなか当たらない。井口を近い距離パンチを打ちながら歩いてくるこのブドラです。いや、プレスをかけたい田口ですが、逆にブドラーにプレスをかけられているこの第8ラウンドです。押し込んでくる、肩で押し込んでくるブドラー、10秒切っている第8ラウンド、はい、グリ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 押し込んでくるブドラー、離れたらまたパンチを打ってくるというブドラーです。また上体振っていく、なかなか田口苦しい展開となってきました。第8ラウンドでした。いいか、ここから全部取る。疲れ方が変わったなと思ったら、疲れたらすぐユンケルの効き目、続けてますか、ユンケル。小さい頃から計画的な子供だった。夏休みの計画だってきちんと立てた。でもこれからは100歳まで生きる時代らしい。やっべ、遅刻。長生きは嬉しいことでもあるけど、計画通りにいかないリスクも増える。すげえ。がんと向き合うことだってあるかもしれない。長引く治療や再発への備えも考えないと。よし、寝るぞ。え、あ、一歩遅れた。100歳まで生きる時代、生きるためのがん保険を新しくします。頼むぞ。統一チャンピオンの田口陽一、苦しい展開が続いています。この状況を打開したい田口陽一の第9ラウンドが始まります。両者が近づくリングの中央、左ジャブを打ちながら左に動いていく田口、ウドラーもガードを固めながらジャブを打っていく、互いにジャブを打つ、左いいボディはブドラー、先に手を出したいところ、右ストレート左フックを見舞っていきました。これもね、今ボディ打とうとしてるんですけど、はい、パッと横に行っちゃうんですよね、ブドラーが。いいストレート田口、ただパンチをもらったブドラーですが、距離を詰めていってボディに打っていきます。このボディは左ボディ田口、そうですね、この打ち終わった後同じところにいないんですね、ブドラーは。左フック、これだけ動くブドラーに対して田口、やはりここは足を使っていくしかないですかね。まあ、やはりまあ、やることはもう前に出てプレッシャーかけていくしかないですね、はい、プレスをかけていったいこの田口、逆に肩で押し込んでくるのはブドラーです、はい、身長やリーチ、そして胸の厚み、脅威では上回っているのは田口、ただここでグリグリ押し込んでくるのはブドラーです。ガードの上からもパンチを待っていく、左ボディ何とかこじ開けようという田口です。硬い前かがみになりながらもガードしてくる、左引く、右ポツンだって、さらに動いては打ち、動いては打つというこの足を使ってくるブドラ、左引く、左ボディ左引くを持っていく、近い距離で左引く、右アッパー田口、右打ち下ろし、左ボディ田口、強さが出てきましたね。はい、田口のラスト展開、ここは何とかしていきたいところ、ここは肩で押し込んでクリンチに行こうというブドラです。右ストレートの田口、右ストレート田口、
かブドラはどうなんですか、はい、休んでるのか、はい、あちょっと聞いてるのか、疲れてるのかちょっと分かんないですね。なんかそれがまさに今うまさであり、そうですね、分かりづらいところですね。なんかくせ者ですね。はい、ただ今田口 のリズムっていうのは田口本来のリズムになってるんで、すごくいいと思いますよ。この田口のリズムでこの動きながらの左ボディや右、そうですね、あれやられると打ち返しづらいんですよね。はい、ただ今ブドラーの鼻からをおびたらしい流血がありました。ブドラーの鼻から流血、左ボディ、タクシー、かなりブドラーの鼻血が出ている。またこの前かがみ打ちづらい。ただの試合ここからどうするか、距離を取っていきたいところですが、この肩で押し込まれると、まあ、打つところがなんか田口は涼しいですね。このままズル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 と行ってしまうのが田口、左フック、左ボディ、なかなか芯を捉えない。右ボディ、距離が近すぎるんですよね、近すぎちゃってその田口の中間距離での相打ちのパンチが出ないんですよね、これはまさにブドラのうまさ、うまさですね。第9ラウンドが終わりました。たくさんの薬は飲みにくい。粉薬もね、包みましょう、混ぜましょう。ラクラク服薬ゼリーなら喉に詰まらずつるん。薬の作用や吸収に影響しません。ゴクンといえば龍角散。イエイ、あなたの街の0123 3 0123、アート引っ越しセンターへ。引っ越しはアート。プイーン、プイーン、プイーン、プイーン。これさすが日本を代表する殺虫スプレーやね。殺虫スプレーは緊張る。自分が最強であることを、自分が強いということを証明したいと話していた田口亮一。しかしながらなかなかこのうまい相手に対して苦戦を強いられている田口亮一。第10ラウンドに入りました。残りは3ラウンド9分です。さあ内山さん、ここから同じような状況が続いていますけれども、この事態を打開するために田口に必要なものは、行くしかないですね。田口は、はい、まあ、自分からやっぱりガンガン当たりづらくても、はい、もう行くしかない。もう行くしかない、はい、倒すしかないという、倒すぐらいの勢いでいかないと相手は自分のボクシングさせちゃうんで、赤星さん、はい、そのチャンピオン田口陣営ですが、2つの言葉がありました、はい、倒せるぞ、それから倒さないと、どちらも正直なセコンドの意見に聞こえました。倒せるぞ、倒さないとと、これはまさに陣営の声ですね。内山さん、そうですね、多分セコンドの陣も多分割と分かってると思うんで、はい、もう行かせる。イギリスレッド右アッパー、田口左ボディ、うん、やっぱ出てこないと田口の良さ出ないんで、はい、はい、やはり先ほどの9ラウンドのように近すぎると今度は田口が歩けない。そうですね、あの引きてしまうと引きづらいんですね。まずこれですね、はい、こういうふうにこうなってしまうと、ですからこう内側に入られない、ちょうどいいこの距離でなんとか、そうですね、感じになっていきたいところですね。ワンツー、フリーワンツースリーと見積もってきます。田口にもう一度テレフック、自分の距離で戦っていきたいところ。チョコマカチョコマカ動き回ってくるこのブドラ、うまさを見せるところに田口が風穴を開けたい。右ストレート、左ボディ、田口のラスト、右ストレート、田口のらしさ全開、陣営からも倒せると、倒さないとという声だ。これを声を飛ばして田口、ブドラも飛び跳ねるようにして左を振ってきます。赤荻さん、はい、ブドラですが、先ほどのインターバル間かなり鼻血を気にしているような仕草がありました、パンチを出せ、下がったらコンビネーション、ボディとアッパーに関しては気をつけろという指示です。やはりブドラ陣営としてもボディとアッパーに気をつけろ、これまさに田口の武器ですからね。この辺りを気をつけたい。しかし田口としてはこれをなんとかお見舞いして倒していきたいところ。状態を倒しながら右フックを打ってくるブドラに対して右ストレートを返した田口。かなり鼻血を気にしているこのブドラ、まあ、だいぶ鼻ずっとさせて気にしてますね、それだけ田口のパンチの波を捉えているということだ。ここから右アッパーを、今の右アッパーが惜しいという内田さんの声もありました。そうね、田口前出てくとすごくいい形になってくるんで、はい、右アッパー押した、左ボディ、右アッパーで起こしてからの左ボディ、
俺が欲しいと話していた。残り10秒第10ラウンドです。手を出していくムドラ、負けじと田口も出していく、右アッパーを落とす、そして右にノーズアッパー、ただもう前に倒れ込みながらムドラが手を打っていく。第10ラウンドが終わりました。このぷっかぷっか浮かんでる G はもしやシャボン玉ですか？これグローバル社の G なんやろけど、なんでシャボン玉なん？普通の不動産会社と違うの？お答えしよう。グローバル社は世界の不動産を面白くする会社です。グローバル社を選んだか。女子運動会プレー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 、振らずに揉んでください。揉むだけした。味30秒ジューシー唐揚げ作り10ラウンド、ガードの硬いブドラーのそのガードの合間を縫って田口の右アッパー、そして左ボディ、これが田口陣営としても見せたいコンビネーション。さあ残り2ラウンド6分、田口のコンビネーションどのように光るか。田口が左ジャブを出していく、先に先に田口が手を出していく、プレスをかけていく。田口が左、ブドラーの左を返す、ブドラーが打ったらすぐに動いていく。この辺りのブドラーのうまさ、同じところにいないブドラーのうまさ。さあ田口が左です。田口が狙っている、近い距離、左ボディ田口、もう一度左ジャブで距離を測っている、距離が近づく、左右アッパーをコツンとなって右の内下ろしを狙った田口ですが、それは届きません。左低いボディ、ガード前かがみになりながらブドラがパンチを打つ。そうですね、ガードはやっぱり中間距離で打ち合いはしないようにしますね、ブドラも。赤荻さん、はい、ブドラサイドですが、この6分でこの先のお前のキャリアが決まるぞと、覚悟を持って賢く注意深くこの6分も戦っていけという指示で送り出しています。賢く注意深く、これは誰も言う田口です。賢く注意深く、まさに陣営としてもこのクレバーな相手、右ストレート、このクレバーな相手を何とかしたいと試合前に話していたこのブドラー、とにかくクレバーに打っては動く、打っては動くというこのブドラー、なかなか捉えることはできない。左ボディ田口、近い距離、また近い距離、右アッパー、左ボディ田口です。やっぱ距離が合ってないんですよね、ボディ打つための。そうですね、近すぎるんですね。ちょっとこう、はい、そうですね。あと位置取りがちょっと悪いので、まあ、悪いというのはブドラが動いてしまうので、やりづらいんですけど。はい。完成完成。だけ動いてくるブドラ。左ボディを返してブドラです。左ボディを返し、止めたい。ブドラを止めたい田口。また近い距離だ。とにかく状態を振りながら手を出していくブドラ。彼の距離が近づく、右ストレートはブドラ、ブドラの動きが止まりません。ブドラを止めたい田口、右アッパーで起こしたい、左フックはブドラだ、左フック田口が見舞っていく、左ボディ田口、このボディがどうか、はい、残り30秒11ラウンド、気持ちでぶつかっていく田口、右ストレート、アッパーで状態を起こせるか。また肩で押し込んでくるブドラです。残り10秒第11ラウンド、この10秒でまた手を出してくるブドラ、倒れ込みながらも手を出してくる。それに対して田口も左右にパンと振っていく。11ラウンドが終わった。最後は残り3分となりました。いいか、ラスト明確に取らないと分かんないな。40代以上の2人に1人の膝や腰の痛み、コンドライチン ZS 錠、健康食品ではありません。医薬品で唯一の 1560mg、 いいコンドロイチンと覚えてください。日本で唯一です。お菓子の箱がトンネルに、帽子が UFO になっちゃった、君との毎日はびっくり箱、育てワクワク、カラカンサロンドプ
奥様サロンドプロはいかが？生え際も分け目もしっかり染まる。匂いのない白髪染めはこのサロンドプロよ。匂いのない白髪染めサロンドプロ無香料ヘアカラー試してみて。ダリアコーポレーション。前回のメリンド戦では最後倒しきれなかった、最後気持ちが前面に出なかった、そう振り返った田口。さあこの試合最後気持ちを前面に出して倒しきることができるか田口。最終ラウンド残り3分。さあ田口青いグローブ黒のトランクス、プレスをかけていく左ジャブ、一方黒のグローブ黒のトランクス、金のラインがブドラー、田口コールも巻き起こっている。ここでまたこのブドラーのクリンチ、まあ、ブドラーもう打ち合わない切りかもしれないですね、はい、ちょっと足使ってますよ最初から。その、あでもちょっと下がりながら打ったらちょっと上手いんですよね、ここが、ただブドラーも鼻からの流血、おいしい起こしていきたい田口。右ストレートを空振り、黄色詰める、おお、えダウンではない、ダウンではないんですか、スリップ、左フックが当たって倒れたように見えましたが、これはスリップの判定。これ田口が攻める、田口が攻める、まあどちらにしろ多分効いてると思うんで、まあ行けばチャンスですね、もう田口しがみついているブドラーです。しがみつく、ブドラがしがみついていく、掴むな戦えというレフリーからの指示、注意が出ました。さあ田口が攻めていく、ヒテルック右打ち下ろし、右アッパーは空振り、田口、田口行け、左ボディ前かがみになった、そして右フック田口、田口が攻めきれるか、クリンチしがみつくブドラです。残り30秒最終ラウンド、田口右アッパー、もう一度クリンチに行こうというブドラ、左フック足がもつれている。さあ田口どうだ、田口が気持ちを出すか、攻める、クリンチくっついていきます、ブドラです。残り10秒最終ラウンド、右フック田口、左フック田口、ブドラも手を出していく、田口も手を出していく、両者も連れていく、試合終了のカメラを聞いた。さあ勝敗はどうか、判定で決まります。さあこの WBA IBF 世界ライトフライ級タイトルマッチ、統一チャンピオン田口亮一、日本人としては初めての統一チャンピオンとしての防衛戦となりました。内山さん、12ラウンドフルに戦い抜きました。いや最後の最後で田口らしさが12ラウンドになって出てきたんですけど、はい、いや相手もうまかったですね、ただ、まあ後半は割と田口が取ったかなと思うんですよね。前半は、はい、ブドラが取ってましたけど、この最後このシーンですね、田口の左フック、顎を捉えているんですが、顎を捉えているんですが、これはダウンの判定ではなくスリップだと。どうなるんですかね、こういう場合は。もう一度そのシーンをご覧いただきましょう。田口の左フックがブドラーの右顎を捉えて尻餅をついているんですが、これはレフリーはスリップだと。これが判定の結果どうなるのか、今ジャッジの集計が進められています。大滝総合体育館も田口コールが響いています。ドイツチャンピオン田口亮一、そして挑戦者
南アフリカからやってきましたヘッキー・ブドラー、元 WBA のミニマム級スーパーチャンピオン。両者死闘を尽くして12ラウンドまで戦い抜きました。勝負は判定で決まります。同じ階級に4つの団体があって4人のチャンピオンがいる。だからこそ誰が強いのかがはっきりしていない。そういう意味でも田口が強い相手を倒していって自分が最強だと伝えたい、見せたいと話していた田口。また今スローでご覧になっていますが、この左フック、ブドラーの顎を捉えていますが、そして尻餅をついたブドラーですが、レフリーのジャッジはこれはスリップと、これはスリップだというジャッジがありました。かなり館内からもブーイングが起きています。さあその中で内山さん、かなり、まあ、難しいですね。でも、はい、まあまあ、確実にダウンだと思うんですけどね。最終ラウンドレフェリーがスリップのコールをしましたが、ダウンに変更になりました。ダウンに変更になりました。つまり、最終ラウンドは田口がダウンを奪ったということですので、これは判定で決まるんですけども、その集計が今一度し直されているという現状になっています。今その集計を待っている内山さん、はい、まあ、先ほどのが結果スリップではなくてダウンだという、はい、そうですね、覆りました、まあ、ダウンで良かったと思います、はい、最終的にダウンを奪った。そして、まあ、ダメージが残っているそのブドランが田口にくっついてくっついてというその展開が、はい、さあ採点の結果が発表されます。さあどうなる。ジェラルド同じくネビル・ポッツ同じく中村克彦、三者ともに114対113、143-133 ジャッジボスコア。以上3対0の採点をもちまして、ウィナーバイユナニマスデシジョン、 WBA and IBF ライトフライウェイトユニファイドニューチャンピオン、田口亮一敗れた。田口亮一陥落。田口亮一、日本人初めての統一チャンピオンとしての防衛戦でしたが、ヘッキー・ブドラーに敗れました。114対113というわずか1ポイント差で田口が敗れました。内山さん、はい、この結果はどのように。そうですね、まあポイントで面でやっぱり相手の方がこうまかったなっていう、前半ほとんどこう持っていったんで、はい、まあ後半田口らしさが出てすごく良かったんですけど、やっぱダウン取った後ですよね、もう一回やっぱりダウン取っとけば、ね、もう一回取っとけばというそういった思いがやはりありますか。そうですね、まあ逆のパターンになってましたからね、そうすれば、まあ、ただ田口は、まあ、負けず嫌いで、これからまたより強くなって、まあ、本人は本当に負けず嫌いだし、はい、やっぱりその1回負けたことぐらいで別に強くするタイプじゃないんで、はい、これでまた強くなると思います。新しいまたこういった経験をするとなって、はい、まあ、勝つか負けるか分からない試合でお客さんを楽しませたい、そう話していたこの田口亮一ですが、この判定で3対0という判定で田口亮一チャンピオンから陥落。ヘッキー・ブドラーがニューチャンピオンと、 WBA IBF 世界ライトフライ級の新チャンピオン誕生という結果となりました。新チャンピオンヘッキー・ブドラー選手。さてこのボクシングに続きまして、この後は桐生祥秀選手が出場するゴールデングランプリ陸上です。この後3時から生中継でお伝えします。内山さん、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。